はい、お疲れ様です、山です。素晴らしくこの世界続きやっていきます。さあね、バッジが集まりました。なんだっけな、なんかね、レアなバッジ、ルベライトか、これが4つ集まりましたね。でも結構早かった。敵が全部このミッションタイプしかいなくて、でこのミッションタイプはなんか分裂するやつらばっかなんで、だから1回の戦闘でまあまあ手に入るんですよね。だからまあそんな何回もしなかったんで、うん、結果から言うと楽でしたね。はい。じゃあやっていきましょうか。あとね、まあいいか。強いバッジをゲットした。はい。はい。5000円。お金もね、まあまあ手に入った。結構あるよ。まあ、換金してないんですけど、あ、でもそうでもないか。そうでもないね。まあ、お金はありますね。はい。じゃあ行こう。ん？こっち？道玄坂。はい。これ104を左に抜けたら来る場所ですね。あれ？あれ？暗黒ラーメンやってる。いらっしゃいませ。ミッキーじゃないけど。あれこれライムだよね。ライム売られてんだけど、ノーブランド。空間をタップしたら、あー、一回使ったね、ラスボスだっけ。え、ラスボスじゃないけど使ったね。小西さんの時の戦闘で使いましたね。シャドウマターは最後ら辺でゲットしてたね。そっか、こんな売られてんだライムが。これは？これいらないよね。移動速度低下するとか。もうなんか意味あんのかな？ちょ、めっちゃ強くない？ガーティートって言ったらさ、南本さんが来てたよね。最大 HP が32もアップする。すげえ。で、この、ライム買っとこうか。ライムサモニング。はい。受けたわりました。ありがとうございました。はい。じゃあ変えとく？集合っつって。なんか言ってたけど。どうしようか。で、これ新しく、いろいろね、試そうと思ってつけたりしてるんですけど、外して、ライムどこ行った？ノーブランドだから、どこでも使っていけるんですよ。どこ行った？ライム？もうマスターしてんのか。あ、レベル上がんないんだ。あー、じゃあいっか。一回使ったよね。だからいいかな。まあ、とりあえず買っとこうかということで。このね、ライトニングルークってやつがめっちゃ強かった。はい、またね、使っていこうかと思うんですけど。本編ではこっちに行けばね、ポークシティに行けたんですよ。こっちは行けないんだ。で、ここが、壁蔵があったとこですね。宇田川町路地裏。お、おい。ん？初対面になってる？忘れてるね。インク頭に飴玉じゃねえか。まあ、いろんな参加者見てきたから、いちいち一人一人覚えてないと。いや、それでも結構印象に残る戦いだったと思うんですけどね。はい。おぉ。違和感あるな。ね。ね、いきなりボス戦？しかもなんか条件あんだけど、マジか。ビート来い、ビートと一緒にポイント貯めて、あとこの新しく手に入ったこの、あ、このこれ邪魔したじゃん。ビーム、これは強いんですよ。133なんで一発、しかも多段ヒットするから。ちょ待って、
ケーオッケー、どんどん貯めていこう、どんどん貯めていこう。これ何なんだ。あー、ガリアが来てる、やばいやばい、ビルつけて、やばい、うわ避けられなかった、オブジェクトがめっちゃ邪魔してる、やばい死ぬ、危ない、溜まった、強いね敵が。オッケーオッケー、5倍はいこう、はいはいはい、これその場その場でやってるけど読んだ方がいいのかな、連鎖をね。まあできないけどさ、はい、うわまだか、全然だね、しかも2人来たし、やべおい、あぶなぶな、オッケー、もうちょいもうちょいもうちょい、オッケー、まだまだいけるぜ、はい、あった1万円、うん、でもなんか初っ端からこの人らがそのままかかってくるのもおかしいよね。普通はなんだろう、あのノイズとか出して様子見といてみたいな感じだと思うんですけど、はい、こいつら見てるとなんだかモヤモヤするんだよな。なんかさ、今さらっと流したけど、ヤシロさん女性の方がなんか上に行っても面倒なだけよみたいに言ってたよね。それってもともとカリアさんが言ってたというか、まあ、性格だよね。だから なんだろう、性質が入れ替わってる感じがしますね。ね、まあ、大体こんな感じですけど、仕事嫌いのお姉さんと偉くなりたいお兄さん、ね、逆だよね、うん、はい、うん、興味ないんだって誰がゲームマスターか。なんか知ってんの？コンポーザーもわかんない。うん。え？実は私。ああ。渋谷の外あちこち遊び回ってました。ああ。だから知らないんだ。そうだね、まだヨシア君が出てきてない。お、気づいて、なんだ。よしは。うん。断片的に言うから、B とかね、振り回されてますね。
新宿で話があるの。やばいね。吉野くんはどこ行ったんだろうね、前回終わった後に。捕まえるって言っても変ですけどね。まあ元コンポーザーですからね。え、どこ行くのどこ行くの。いらっしゃい。ワイルドボア本店。まあ、得これ。ビートの攻撃力アップ。はい。買う気あんのかつって。あるよ。そりゃあるさ。買った。買ったよ。暴君羅刹強そう。え、めっちゃ良くない。空間をホールドしたらその方向に剣を大量に発射し、でもなんだ、テクタイトがいるんだ。ルベライトもそうだし、スラッシュマンブラック、あースーツ売ってんだ。またどうぞ。はい。でも戻んの。行けるとこ行ったよね。あとは防戦もしてるけど何も喋ってくれない、赤パーカーの死神がいたんでそこに戻るか。はいはい。お、喋ってくれた。うわマジか。暴君羅刹ちょうどさっき見たんだけどな。テクタイトがいるんだよね。売ってんのは知ってんだけど。こっちか。グリーンドラ、またバッチですか。うん。渋谷駅ガード下で落としたんだ。ん？そこ行けないよね。じゃあね、暴君馬刹ラッチ、上のルートね。これ、ちょっと行ってみたいと思うんですけど、なんか、あのバッチ買うの結構、なんか条件あったよね。まあちょっとそこら辺見ながら、ちょっと裏で集めてこようかと思います。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。